徳島県立阿波十郎氷へ屋敷は、徳島県徳島市川内町に位置する人形浄瑠璃、京成ナ鳴門で知られる坂東十郎氷への屋敷跡と、福島88系に選定、阿波歴史文化堂に指定、人形浄瑠璃に使用される木偶人形や資料などを展示しており、阿波人形浄瑠璃の芝居も行われている。 徳島県警が企画したオレオレ詐欺防止のために書いた、形成電話なるとオレオレ詐欺の段という演目も上演された。周辺には、浄瑠璃人形の総合展示場をしている、淡目宮人形会館があるほか、坂東十郎表への墓所である宝章寺がある。施設内の劇場で、淡人形浄瑠璃を毎日上演している。1日2回公演。 8月11日から16日は4回公演。平日は、録音音源仕様で、人形座のみ出演。と、日祝は、人形座、大部、三シャミ出演。演目は、形成阿波の鳴ると、巡礼下の段。複数の人形座、太夫、シャミが交代で出演する。百両内と縛り首に、人形浄瑠璃で詐欺の手口説明徳島特殊詐欺に、 注意喚起の人形浄瑠璃一般に披露ハットととさん、かかさん振り込まれん県警が、阿波名で特殊詐欺防止詐欺被害防止、百両、返さねば、奉行所送り、人形浄瑠璃で、手口、徳島泡重労表衛屋敷、阿波人形浄瑠璃定期上演のご案内。ありがとうございます。